怖い不思議な話。百物語収集サイト、ホラホリ図書館より。明日、地震が起きました。つい先日の出来事です。ものすごく不思議な体験をしました。ごく最近の出来事なので、勘違いや記憶違いではないと思います。 私は最近、携帯でできる人狼ゲームにハマっています。そのゲームというのは、チャット形式で10名程度でオンライン対戦ができます。ゲームが始まる前の待機時間は、大抵チャットにてみんなで雑談をしています。6月17日の深夜、 私は例のごとく睡眠につく前にそのアプリで人狼ゲームを楽しんでいました。待機時間の雑談にて気になる内容が話題となっていました。今朝の地震大丈夫だった結構大きかったね。など地震に関する話題です。確かに 夕方あたりに群馬にて地震があったという速報を見ていたので、その話だと思いました。関東の方大丈夫だったと私が聞くと、今朝の関西の地震の話だよ、と。今朝、大阪にて地震があり、震度6もあったというんです。 大阪で地震があったなんて情報は全く知りませんでした。そもそも京都に住んでいる私がそんなに大きな地震に気づかないわけがありません。またその日、そのようなニュースは一つも見ませんでした。その胸をチャットで話すと地震について知らないのは私だけで、 ニュースでも地震情報で持ちきりだったようです。すごく違和感がありました。しかし、こんなに気づかないこともあるんだな、と笑い話で流しました。ゲーム終了後、地震について調べようと、大阪地震で検索しました。しかし、 地震の情報はいついなく、検索しながらいつの間にか睡眠についてしまいました。6月18日午前7時58分、ドンッという下から押し上げられるような振動で飛び起きました。マンションが音を立ててぐわんぐわん揺れ、地震警報が鳴り響いていました。 急いで身の安全を確保し、揺れが収まるのを確認すると、急いでテレビをつけました。地震速報、大阪にて震度6の地震の表示。全身に寒気が走りました。震える腕を抑えながら、携帯を見ました。検索欄には、 大阪地震検索結果には溢れるほどの大阪地震のニュースがあのゲームでの雑談はどうしても一日後の会話にしか思えませんそう考えなければ辻つまが合わないんです本当に本当に不思議な体験でした私自身 不思議な体験の話が大好きですが、実際に出くわすと怖くて怖くて仕方ありません。チャットをしている相手は本当に今日を生きている人たちなのでしょうか私はしっかり今日の時間を生きているのでしょうか 記憶に存在しない人。はじめに言っておくが、この話は内容が複雑で、文章では伝えづらい。そして結末というか、決定的なオチもない。だが、実際に自分が体験したありのままの事実なので、興味がある人だけ読み進めてほしい。 今から10年前、高校を出た俺は、中部地方の大手グループ内の某会社に就職した。営業の仕事をしていたんだけど、その会社はやり方が強引で、クレームは日常茶飯事。しまいには立ち入り調査が入ったりと、今思えば結構やばい会社だった。 同期が次々に飛んだり辞めていく中で、俺は何とか続けていたんだけど、結局は会社のやり方に嫌気がさして辞めてしまった。二十代に入ってからの時間の流れは本当に早いもので、あっという間に月日は経ち、今では当時と全く関係のない仕事をしている。 10年前のことなんて思い出すこともなくなっていた。そんなある日、当時の同僚の A 君からメールが届いた。久しぶり。元気にしてるかな ?B 君が結婚するって聞いた ?B 君は当時の同僚で、彼はその会社を辞めてから飲食店で働いていたが、 その後全く連絡を取っていなかったので、当然結婚することも俺は知らなかった。A 君も B 君と連絡を取っていたわけではなく、同じく当時の同僚の C さんから結婚のことを聞いたらしい。C さんと俺はお互い連絡先を知らない。どうやら C さんの提案で、 当時の同僚でお祝いのコメントを集めて送りたいとのことだったので、俺は懐かしい思い出エピソードと共に、お祝いの言葉を A 君に送信した。あの B 君も結婚か。気づいたら俺らもいい歳だしな。久しぶりの当時の同僚からの連絡で、俺は当時のことを思い出して、 しばらく懐かしい気分に浸った。それから一週間後、また A 君からメールが届いた。あのさ、D さんって覚えてる ?C さんから連絡があって、その人が君と連絡取りたいらしいんだけど、連絡先教えてもいいかな ?D さん正直、 全く記憶になかった。10年前のこととはいえ、さすがに当時の人の名前を聞けば、顔は思い出せるが、全く聞き覚えがない。誰なのかわからないことを A 君に返信すると、実は俺も覚えてないんだよね。どうするやめとく A 君も知らないということに多少戸惑ったが、その時は深く考えず、誰なのか気になったので、連絡先を教えておいてほしいと A 君に返信した。次の日、その D さんという人からメールが届いた。D です。〇〇君、お久しぶりです。私のこと覚えていますか 少し迷ったが、正直に覚えていないことを伝えると、当時どの部署にいて、誰々の元で働いていて、などと説明の返信があった。話によると、D さんは当時の自分たちの同僚だが、たまたま B 君の結婚相手の地元の後輩にもあたるらしい。 ちなみに自分と連絡を取りたかった理由は、B 君は寡黙な人で、過去のことを語りたがらないそうです。先輩が心配しているので、当時 B 君と同じ部署だったあなたに、あの頃の B 君の様子や人間関係を代わりに教えてほしい、とのこと。それはそれで怖いなあと思った。 B 君は飲食店を辞めて今は九州地方に引っ越したらしい。そんな感じで話せる範囲の B 君についての話題を含め当時のことをメールでやりとりしていたんだけどなんかおかしい。D さんが言う当時の会社や人物の情報は大半は間違っていないんだけど 微妙にずれてる。例えば、当時平社員だった人が D さんの話では部長だったり、電車通勤していた人のことを車通勤だったと言ったり、自分が辞めた頃にはなくなっていた店舗をその後も存続していたと言ったり、言ってみれば、パラレルワールドの住人と話しているみたいな感覚、 映画でよくある、過去に戻ってしまったがために、現在が少し変わってしまった、みたいな感じ。でもまあ最初は、10年前のことだし、D さんの記憶が多少曖昧になってるんだろうな、くらいに思っていた。そんなこんなでやりとりを続けていたんだけど、深く話していくにつれて、 疑問に思う内容が増えていった。誰から見ても真面目だった人のことを、あの人は周りからもお客さんからも嫌われていましたよね、とか言い出したり、途中で全く脈絡のない話題を挟んできたり、同じく脈絡のない画像を送ってきたり、極めつけに、 元々の目的である B 君についての情報があまりにずれている。D さんの言う B 君の特徴が、俺の知っている B 君とは全くの別人。あまりに意味不明なので、もしかしてこれは何かの宗教の勧誘もしくは新手の詐欺なんて思ったが、 それらしい情報は探ってこないので、おそらくそうではないらしい。しかし、どうも怪しい。そう思った俺は、当時の会社の先輩や同僚に連絡をしてみることにした。お久しぶりです。実は C さんと A 君ズタで連絡があったのですが、D さんって覚えていますか 五人に連絡してみたところ、誰それ、覚えてないんだけど、全員、そんな返事だった。D さんは、よほど存在感がなかったのだろうか。忘れられているだけもう五人ほどに連絡をしてみたが、同じく、D さんそんな人、いたかな 何度も言うが、十年も前の話。当時のことを事細かに覚えている人なんて、そういないだろう。けれど、十人以上の人間が、誰も覚えていないなんて、明らかにおかしい。D さんって誰そもそも、D さんなんて、実在するのだろうか 最初は不思議なやりとりに対して、いろいろな意味で正直ワクワクしていたが、日に日にそれは得体の知れない恐怖に変わっていった。そしてその頃から、D さんのメールはそれまで以上に不気味さを増した。こちらの返事を待たずに意味不明な内容を連続で送信してきたり、 知り滅裂な文章や事実とのズレはさらにエスカレート。とてもここでは書けないような発言もあった。あまりに気味が悪いので、もう返信をやめようと思っていたとき、こんなメールが届いた。私も B 君と直接話してみたいので、連絡先を教えてください。 直接連絡をしてしまったら本末転倒なのではいや、そんなことは今さら大した疑問ではなかった。俺はいよいよ B 君に連絡した。途中で何度か B 君に連絡しようとも思ったんだが、正直ためらっていた。なんか嫌な予感というか、 真実が見えてしまいそうで、怖かったのかもしれない。突然ごめんね。当時一緒に働いていた D さんって、覚えてるかなその人が B 君と連絡取りたいらしいんだけど。ここまで来ると、心の準備はできていた。帰ってきた答えはやはり、誰のこと 全く記憶にないんだけど、もしかして、と思い B 君に尋ねた。確認したいことがあるんだけど、B 君は今度結婚するんだよね。D さんは B 君の結婚相手の地元の後輩でもあるらしくて、で、D さんから聞いたんだけど、今は飲食店を辞めて、 九州にいるんだよね。変なこと聞くけど、これは事実だよね。嫌な予感は的中した。全部嘘だよ。そもそも結婚なんてしないし、今もずっと飲食店で働いてるよ。それに引っ越しもしていないし。B 君からの返信を読んだ俺は、ゾッとした。 背筋が凍るというのはきっとこんな感覚なんだろう。とにかく D さんには B 君の連絡先が変わっていたと嘘をつくことにした。しばらく時間が経って俺は考え方を変えてみることにした。もしかして D さんは何か勘違いをしているだけではないだろうか 俺の知らない他の誰かのことを B 君と間違えていて、単なる人違いだということでは。いや、そうであって欲しかった。それを確かめるため D さんに尋ねた。実は D さんの言う B 君の特徴と自分の知っている B 君があまりに別人なんだよね。 人違いってことはないかな確認したいから B 君の画像を先輩からもらって送ってくれないかない,いえ、B 君で間違いありません。ごめんなさい。先輩とは最近連絡を取っていなくて。ただ、検索したらこの画像が見つかりました。 連絡を取っていないその言葉は引っかかったが、それよりも、とにかく送られてきた画像を確認した。紛れもなく自分の知っている B 君だ。B 君は某チェーン店の店長なので、ホームページに画像が載っており、D さんはそれを見つけたらしい。とにかく、 B 君で間違いなかった。しかし、その後すぐに送られてきた D さんからのメールを見て、俺は再び背筋が凍ることになる。ちなみにこの人は私の言っている B 君ではありません。同姓同名ですが、頭がおかしくなりそうだった。はっきり言うけど、 この人が自分の知っている、当時一緒に働いていた B 君だよ。どういうことですか私の知っている B 君ではありません。どういうことですかそれはこっちのセリフだ。気味が悪くなった俺は、A 君に連絡をした。D さんとのやりとりが意味不明なこと。D さんのことを、 当時の関係者が誰も知らないこと。それを含めて C さんに D さんのことを聞いてみてほしいと頼んだ。C さんなら何かを知っているはず。当時の関係者から何一つ情報を得られなかった今、最後の望みは C さんだった。少しでもこの友神を晴らすことができれば、 そんな俺の期待は A 君からのたった一行の返信で裏切られることになる。あの日以来 C さんと連絡が取れない。もう訳がわからない。少しやけになった俺は思い切って D さんに直接疑問をぶつけてみることにした。とにかく C さんとの関係が 一番気になっていたので、それを含めて、そもそも誰を伝って、自分の連絡先を聞いたのかを確認してみた。C さんその人のことは知りません。私は A 君から直接、〇〇さんの連絡先を聞きましたよ。この人は何を言っているんだその A 君は、 D さんなんて記憶にないと言っている。ここで、俺は D さんへの返信をやめた。意味不明なやりとりに精神的に疲れてしまい、これ以上の追求は諦めることにした。もうどうでもいい。しかし、なぜか拒否設定をするのは怖い気がしたので、放置をすることに決めた。 あれから数週間、精神的にも安定してきたので、この出来事を改めて冷静に振り返ってみることにした。これはあくまで俺の勝手な仮説だが、D さんの正体は C さんだったのではないだろうか。おそらく何かの理由で C さんは、 統合失調症のような精神病を患い、過去の記憶と現在の妄想をつなぎ合わせ、自分だけの世界を作り上げた。なぜ自分とのつながりを求めたのか。それは考えてみてもわからない。もしかすると、助けを求めていたのだろうか。 俺はどうすればよかったのか、未だにわからない。とにかく、これが自分が体験した不思議な出来事のすべてである。長文に付き合ってくれた人たちは、本当にありがとう。いつか真実がわかったら、何かの形で報告したいと思う。今でも、 D さんからのメールは続いている。以上、怖い不思議な話。百物語収集サイト、ほらほり図書館より、でした。ご視聴ありがとうございました。